フォルクスワーゲンドブラジルが生産するスペースフォックスフォルクスワーゲンドブラジルはドイツの自動車会社であるフォルクスワーゲングループのブラジル法人フスカ、ブラジリアとその開発人第二次世界大戦後の1953年に第二次世界大戦の戦果も受けずさらに南アメリカ最大の経済規模を持ちドイツ系移民も多いブラジルにおけるフォルクスワーゲンの輸入 販売を行うために設立された。その後ブラジル国内に生産工場を立ち、さらに1960年代以降はバリアンチ、ブラジリアやゴール、フォックスなどの独自モデルの開発、生産を行ってきた。またこれらのモデルは南アメリカやヨーロッパ、アジアやアフリカ諸国に輸出された。現在は国内に5つの工場を構え、 南アメリカやヨーロッパ諸国への輸出も行われ、現在ではフォルクスワーゲンの名を冠するフォルクスワーゲングループの現地法人の中でも最大の規模を持つ存在となった。また、ブラジル政府が1970年代より推し進めたエタノール社の普及政策を受けて、早くからエタノール及びバイフューエルエンジンの研究及び指導導導入を行ってきた。1980年代は、 大数の2割以上がエタノール車だった。1979年には経営不振を受けて撤退したクライスラー現地拠点の生産設備を受け継いだ。なおこの際に同社がダッチブランドで生産していたダートなどの中型車や小型車、ポラーラの生産は1980年頃に停止したが、同社の生産設備を譲り受け商用車生産に 進出し1981年よりトラックなどの生産を開始した。フォルクスバス1981年1月にフォルクスワーゲン GMBH がクライスラーのブラジル法人の同社の株式を100%取得したことでフォルクスワーゲンブランドの中型トラックの生産にも進出し1981年2月にフォルクスワーゲンとして南アメリカでは最初のトラックを出荷。 同年3月に社名を改め、フォルクスワーゲン・カミニョーネスを設立。1984年7月に、フォルクスワーゲン・カミニョーネスの運営が、フォルクスワーゲン本社から、フォルクスワーゲン・ド・ブラジルに移管され、1999年末までは、フォルクスワーゲン・ド・ブラジルが商用車専門の子会社として運営していた。2000年1月に、フォルクスワーゲン・カミニョーネスは、 フォルクスワーゲングループの商用車部門に統合された。以降、同社は、本校のフォルクスワーゲンとブラジルの子会社ではなくなる。同社の社名は、フォルクスワーゲントラックスバススブラジルに改められ、その後もブラジルにおけるフォルクスワーゲンブランドの、大型バスや大型トラック、中型トラックなどを製造、販売していた。この間、ブラジルの大手バス製造会社のマルコ・ポーロ社との、 提携も行っておりフォルクスワーゲン製のシャーシにマルコポーロ社製のボディを合わせたバスも販売している。その後、2008年12月にブラジルのトラックバス部門はフォルクスワーゲングループからマンに売却され、社名はマンラテンアメリカに改められた。マン参加だが、引き続きフォルクスワーゲンブランドでトラックやバスの販売を行っている。マン参加となったことで、同社は フォルクスワーゲングループからも外れたが2011年にフォルクスワーゲングループが万 SE の過半数株式を取得して子会社化したため万を介して再びフォルクスワーゲングループになっている1987年から1995年まではアメリカ合衆国のフォードモーターカンパニーとの合弁会社であるアウトラチーナを運営していた同社では フォードエスコートのフォルクスワーゲン版のポインターを生産していたほか、サンタナルフォード版であるベルサイユを生産するなど、共同生産することによるコスト削減を格作していたものの、1995年に合弁を解消した。カルマンギア TC、ポインター、サベーロ、コンステレーションこれまでに、ブラジル法人の独自開発車種から、ドイツ本国と同一のモデル、カルマンギアや、 さらに買収したクライスラーの車種やアウトラチーナによるフォードの車種のバッジエンジニアリング版まで乗用車から商用車、トラック、バス、スポーツカーまで幅広いラインナップを生産、販売している。ありがとうございます。